ちょっと今日は早いんですけど、はい、皆さんも起きるの早いねみんな早いね。準備配信ではないよ。ただ今日は喋って、はい、向こうで準備するのでただ喋ります。昨日は非公式後にみんなでご飯は行ってません。そんな余裕はないですそんな余裕もなくみんなで頑張ってました。はい、おはようございます。朝早くて驚いた。朝早いです。はい、本当は5時に目覚ましをかけてたんですけど、まあ安定に二度寝しまして、はい、おはよう。そうです、今日はアリの卒業公演です。はい、何時に起きたの。結局6時に起きました結局6時に起きました。はい、まあしゃあない、眠かったのでしゃあないという。おはようございます。お、アイルの水曜公演遠征準備中、気をつけて来てください。ぜひあの観覧車コラボもしていますので、ぜひ覗いてみてください。皆さんおはようございます。え、嬉しい、あやむらの観覧車乗ったよって方が、ありがとうございます。朝ごはんはまだです。なんかね、朝早すぎるとお腹が空きません。おはようございます。エミルはまつげくるんくるんしない方がいい。なんでなんで。ありがとうございます、いっぱい見てくれて。お、サウナ行ってきた方いるんだ、羨ましい。おはようございます。お腹空いて目覚めることはないです、基本眠気の方が多分勝りますね、私の場合は。はい、おはようございます。ネメラスピディ、さすがにあのステージの時はメイクさせてくださいおはようございます。おはよう。皆さんは何をしているのかな。すごいね、朝早くて。私でも8時でも無理だもん、寝てます、休日だったら、うん、おはよう。で、昨日の非公式がもうおもろすぎて見た方、まだ見てない方はぜひアーカイブで見てほしいんですけど、本当に面白いので。
あ、そうそう、途中から優香も参戦しまして、はい、ちょっと本当に飛行助さんは度が過ぎ、ちょっと度が過ぎてる部分がねはい、あるので、本当体調崩さないかときは心配なんですけど、もう今のところ私は大丈夫なので、残りのみんなが大丈夫であればって感じでやっております。はい、ぜひまだ見れない方もいるので、内容は伏せますけど、おはようございます。朝から鳥も鳴いておりますもっと早くね、非公式に呼んでほしかったよね、愛理のことね。わかんないね、生配信だからなのかよくわかりませんが、私に権利はないので何も知りませんけど、はい、おはようございます。みんな生配信はね、愛理危険っていう感じなんですけどまあギリギリのラインでしたね、昨日もギリギリのラインで、うん、ギリギリのラインであればセーフですねフフ昨日より可愛い、ありがとう、ほんまにほぼマスクしてるけど おはようございます。でもなんか今日は目覚めてます、ちゃんと。今のところ眠そうな顔はしてるんですけど、まあ眠いっちゃ眠いは眠いんですけど、目は起きてるとか、目じゃないか、頭は起きてるみたいな。今日は早く寝れそうです、はい今日は早く寝そうですね、はい、もう気持ちよく、はい、気持ちよくておかしいな、まあ悔いのないようにして送り出せたら十分だなと思うので、はい、今日はあゆかもいる、まやもいる、ほのもいるし、はい、もう寝ること考えてるよ。でも本当にマジでなんか何もしなく、なんか布団入ってる時が、まあ寝る前だから、夜寝る前、本当に、まあ、一番次の日がオフだった日の夜が特に一番いいよね。だって何もしなくていいって、次の日もオフ、もうここから何もしなくていいっていうのが一番いいよねわかる？私そう、抹茶布団が好きなのか、そうマジで本当に、まあ、次の日仕事で洗うとそのタイミングが一番いいよね。まあ次の日オフだったのが一番いいけど、うん、本当に
サウナとか行ったらマジで眠たい時にサウナ行ったら危険、ガチで寝ちゃうので。いや本当に私布団で半日は余裕で過ごせます。だからほぼ休みの日は半日過ごしてます。半日以上布団の中にいる。だからめっちゃ顔がむくむっていう、寝てるからずっと。もうそれが一番だよね、本当に。それが一番です、マジで。今日は劇場から配信はなしですごめんね、多分バタバタしちゃうので。はい、そうだね、むくんだらサウナですっきりできます。皆さんもぜひ。まあ公演自体久しぶりなのでね、久しぶりになるとちょっと緊張しちゃう。そうです、今日は FC 岐阜の試合ホームゲームなんですけど、ちょっと公演の関係でスタジアムには行けないんですけど、ちょっとね行かれる方もいるとは思うんですけど、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい、そう9月はね、そう公演が少なかったので、そうなんですよ、ちょっと残念なことに。まあ、10月はちょっと戻ってくるかなみたいなちょっと戻ってくると私は期待してます。私が決めてるわけじゃないのであれなんですけど、まあ今月よりは多いんじゃないかなと思いますよまあ何とも言えませんけど、だから私の生誕以来って考えるとやばいよね。あ、そう、あと10月5日に周年公演、16周年公演、劇場でのね公演もありますので、ぜひ皆さん応募よろしくお願いします。あとクワック心拍数の、はい、5時販売ですねがスタートしまして、もうバーッと全部買えるのかな。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。チェック。とりあえず今予定しているのは、その最初の幕張か10月は衣装と生誕ティーを着ようかなって思ってます。多分1日目に生誕ティーを着る、生誕ティーじゃない、どっちにしよう、衣装のかな多分。うん、1日目衣装にして2日目に生誕いいかなって考えてます。また X なのでツイートしますね。はい、よろしくお願いします。お、出ました、921です、ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい、
愛理の卒業公演の日に921じゃん。天才的じゃない私。狙ったと言いたいが、言いたいが、狙ったと言っていいかな。狙ったって言っていいかなこれ。まあまあ狙いました。狙いました、みんな気づいたとか言って、はい、ということで皆さん、あのトーク会とか握手会のチェックもぜひよろしくお願いいたします。はい、そして今日は愛理の卒業公演をね、まあ、もちろん寂しい気持ちもあるんですけども、はい、まあ、笑顔でね愛理を送り出せるように皆さん一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは行ってきます。バイバーイ。